はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでスケッチカード大好きさんからご依頼です。スーパーガールを一つですね。よいしょ。入金確認ね、できましたので、これで、開封した、明日チャックで手配できます。お受け取りね、またよろしくお願いします。もうこれでおしまいですね。うん。まあ、スーパーガールも箱的には結構高騰しちゃってますんで、もう無理ですね、うちは。じゃあ全部ね、開封してからカードチェックです。まあ、24パックありますんで。結構ゾバって面白いでしょ、これね。サインが2だったり、コスチュームが2枚出たり、プロップがあったり、ね、いろいろあります。もう24パック時代も2020年代は終わりそうですね。うん、店長が集め始めた時は36パックが結構ね、多かったです。ノンスポーツでも36多かったな。で、24になって。アッパーディクチャーは24とかが多かったんでね。で、24になってきたと思ったら12とかになってきた。で、12で少ないんじゃないってなって16になったりして。で、ワンパック時代ですよね。はい、じゃあいきます。これホイールパラーね。そのままホイールパラは入れておきます。このまま梱包しますんで。あ、サインでした。あ、でも美人なお姉ちゃんですね。アレックスさん。アレックス・ダンバーさん。うん。ニュースキャスターといそう。美人さんですね。はい。いいですね。よいしょ。これ違うかな、このキャラかな、同僚、あ、いじってるね。敵、あ、でもこれっぽいよね。うん、なんかそんな気はしますけどね。同僚、味方の方か。うん、なんかそんな感じっす。そうだよね、多分この方だよね。サインが1枚ね、出ました。で、あとはプロップかコスチュームカードがだいたい1枚。1枚ずつが平均です。これ赤パラもそのまま入れときますんで。で、たまにサインが2枚出たり、コスチュームが2枚出たりします。はい、まあ、1枚1枚で終わる場合も結構普通にありますんで。あ、ワードローブだ。コスチューム。うん、はい、局長、よいしょ。ね、これはワードローブしか書いてないか。うん、まあでも多分このね、ノースリーブの、あ、でも革なんだこれ。あ、革っぽいですね。うーん、革の生地。さあ、あとはアディショナルがあるかどうか。うん、ホイール、
さあどうだろう、あるといいですけどね。このキャラだよね、うん、バイオエンジニア、うん、味方かな。じゃあね、味方のふりして敵だったりとか。11かな。あ、クリプトン星ですね。スーパーマンの生まれ故郷、うん、ですね。はい、ということで、サインカードとワードローブ1枚ずつでした。あ、ちょっとローダーが、よいしょ、ちょっと厚みがあるかな。厚みはこっちだ。はい、ということでね、コスチュームカードと、はい、こちらのサインカードとなりました。はい、ありがとうございます。またね、チャレンジしてください。スーパーガールはちょっともう、入荷無理なので、また別の製品でね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。